時計台通りへ右折し、JR 札幌駅へ向かう空地線。空地線は、は国鉄バス、北海道旅客鉄道、JR、北海道バスの自動車路線である。札幌都市圏の路線のうち、主に札幌市東部、江別市の路線で、主に、厚別営業所が担当する。2006年4月1日に、各路線ごとの路線名設定が行われて以降、 ソラチエリアという故障で案内されている。本校ではソラチ線の歴史において関連性が深い岩見沢線についても記述する。本路線の歴史は1949年に石狩月形駅と岩見沢駅を結ぶ路線として開設されたものに橋を発する。1955年には国道経由で岩見沢と美梅を結ぶ路線が開設され。 さらに1962年には札幌とビバイを直通運行する特急便が開設された。1967年には札幌と下のポロ団地を結ぶ路線において北海道の国鉄バスでは札村線とともに初のワンマン化が行われた。1980年代に入ると札幌市のベッドタウン化が本領線の沿線にまで広がってきた。これを受けて 1982年の地下鉄東西線、新札幌駅開業と同時に系統を再編。1985年から1986年にかけては団地路線の新設が行われ、森林公園駅にも乗り入れを行うようになった。2003年3月1日に空地線の岩見沢市内区間及び岩見沢線を廃止した。これにより運行区間に 空地地方が含まれなくなっている。それ以後空地地方に路線を持つのは、南幌町、長沼町を走る長沼線及び、鉄道廃止代替の新名線のみとなっている。岩水あ地区の廃止区間は、他社の既存路線への統合などにより交通を確保している。2020年4月1日現在、JR 札幌駅は、札幌駅バスターミナル、 新札幌駅は新札幌バスターミナルを示す。札幌市交通局との連絡運輸は、バスセンター、菊水駅前、新札幌駅、青葉町2丁目から、原則郊外方向かつ、札幌市内で適用。例外等は系統ごとに付きする。乗り継ぎ割引に関する概要は、札幌市営地下鉄乗り継ぎ割引を参照。JR 札幌駅。 時計台前での地下鉄乗り継ぎ割引は、バス利用区間が、JR 札幌駅時計台前総合間のみ適用。札幌ファクトリーバスセンター委員から、時計台前、JR 札幌駅での乗り継ぎには適用されない。国道12号、新札幌駅方面、編集新札幌線1白石本通り10丁目、停車中5 2 7 2 3 0 4菊水元町、北号。 米里方面、編集北号線に時計台前、JR 札幌駅を出る24対魔11丁目行、新札幌駅経由で、江別市へ向かう系統は全敗となった521-3274、JR 札幌駅から新札幌駅を経由し、上野幌、もみじ台団地、開拓の村、江別市方面への直通系統も運行していたが、 政治運行に難があることなどから2013年12月1日よりラッシュ時2015年4月1日よりほぼ全便で新札幌駅で系統を分割し JR 札幌駅から新札幌駅及び新札幌駅各方面それぞれで運行する15の朝の JR 札幌駅業のみ残存 JR 札幌駅方面とこれら各方面を 新札幌駅にて乗り継ぐ場合に直通運賃で利用できる新札幌乗り継ぎ乗車券の発売を開始した。もみじ台団地、虹が丘テクノパーク方面、編集もみじ台団地線もみじ台西二丁目線、虹が丘線、テクノパーク線上野ポロ平岡、里塚緑が丘、大曲方面、編集新札幌駅上野ポロベニータウン、ライブヒルズ南館、 新札幌駅青葉町2丁目青葉町中央、青葉町9丁目上野っぽろ中央公園、上野っぽろベニータウン東江通り、ライブヒルズ南共通経路、ひばりが丘線エデンの町線中央通線、新札幌平岡線と、相互乗り入れ上野っぽろ線緑が丘団地線、新札幌対局線と、相互乗り入れ厚別東、開拓の村方面。 編集圧別東線開拓の村瀬に江別市方面、編集江別市では、JR バスの他夕張鉄道と北海道中央バスも運行しており、経路等の重複や人口が増加しているものの、バス路線が空白の地区が見られ、経路変更等の路線再編案が出ていた。JR バスは、直接的には、再編対象外となっていたが、 江別市立病院に乗り入れる系統がないなどの議題が、上り、2020年4月1日より、病院乗り入れなどの系統開廃が行われた。新札幌駅大麻駅南口間、新札幌駅厚別中央2条6丁目、厚別東小学校前から、文京大入口、北小大学前、札幌院大前大麻駅南口共通経路。地下鉄乗り継ぎ割引は、 厚別東小学校間で適用。大和団地線文京大線江別線、新二十六江別駅停車中高二七のゼロ八ゼロ四夢見野線のっぽろ運動公園線京栄線、厚別北線本校に記述した系統のうち、北合成を除くすべてを、厚別営業所が担当。一部は、以下の営業所も担当する。岩見沢市中心部を東西に貫く四条通りを、進み、 そこから国道12号へと抜ける路線。上、ホロムイ駅方面へ向かう空知線と、北新線は四条通りの西側から、三重延べ駅方面へ向かう月形線は四条通りの東側から12号線へ抜けていた。空知線、北新線、月形線、岩見沢駅と鉄道を越えた北部を結ぶ路線。廃止後は、北海道中央バスが月形線。 北村線の経路変更と桜木循環線の新設で対応したほか、一部は岩見沢市のスクールバスに引き継がれた。青木線、ミノル、対岸線。ありがとうございます。